はい、こんにちは、カズポです。ドラゴンクエストモンスターズ3体験版続きやっていきたいと思います。今回ね、前回 E ランクが出てきたんですけど、まあ配合もね、珍しいのできそうなんで、まあそれだけちょっとお見せしようかなと思います。もうピッキーとね、モーモンでね、こう最初選べるモモンジャができるんですよ。もうこんなんね、多分ね、もう体験版出てだいぶ経ってるんで、見つけてる人は見つけてるでしょうけどね、一応ね。ここ今、プラス上げてますんで、モモンジャ。だからこれとマンドラと泥人形となんだっけ、ズッキーニャか。多分なんかでできると思うんですけどね。はい、モモンジャできましたね。これも最初選べるモンスターの一人ですね。モンジャ焼き。あと、これさ、宝山団子じゃねえや。これスライムカルゴもね、できましたね。配合理論乗ってんのかな。まあとりあえず今回ね、強いモンスター作りたいんで、あとね、あ、そうだ、鬼小僧だ。鬼小僧と誰だったっけな。あ、粉もできたね。あ、イエティできんだ。モーモンで、モーモンじゃねえ、モーモンじゃねえね。あれ、鬼小僧と誰だったっけな。あ、これだ。あ、ウサギ、ヌストウサギだ。これも他でできないね。ヌストつくんだ。ヌスト切り使えんの。あ、ないのか、それは。火の心、獣の道行政、HP アップ、賢さアップあげようか。ちっちゃいマーマンとかできたり、あと、アイアンタートルのキラキラ光ってもできたりとかね、ありましたね。ヌスコ。あともう一体ね、なんか見つけた。まあ、配合理論は見れんだけどね。ナスミナーラ、ナスミナーラと、なんかだ、なんだっけな。あ、これだ。お化け一人で、お化け人手で、ワカメ王子ができるね。なもんかな。とりあえず、あ、ここもできんね。ドルヌーバーとかもなんかできるね。ドルヌーバー結構いいのできるな。なんかこうやって見ていくとね、たまに、すごいのができるからね。まあ、そんなのをね、埋めていければいいかなと思います。はい、ということで、なんだっけ、これもできたんだよね。白イルカって言ってね。ランドセーラー。これはもうすぐできるね。あと、これのブレスをちょっと強くしたいんで、まあ、それだけやって、ちょっと対戦いきます。はい、レベル上げてきました。あ、まあ、ドロヌーバとね、これね、ナスビナラで、アサシン、ポルトリーナってなんだこれ。おお、あれみたいじゃね、あのポケモンのさ、ウェーニバルカーニバルでしょ。あとダッシュランがねレベル上がったんで強いんですけどね、あれとランタン小僧でなんかちょっといいのできそうだったんで、これだ、ソードドラゴン。やっぱ攻撃力高いよな、これ。賢さ低いのか。MP も低いな。どうしよう。でも攻撃系だからね。攻撃アップ2ついてるから、火の心。メラミぐらい使えると、バイキルトと、異常回復もあるんだよね。これもいいけどね。まあ、いいか。火の心かなんかで。あ、じゃあ、ソードドラゴン、一角流か。ソードドラゴン上だね。一歩手前か。そっかそっか。一歩手前か。なるほどね。やっぱりこう、モモンジャとか作るとさ、この、まあ、イエティ作るんだけど、いろんなんできるよね。
ここもさ、なんかポットいるじゃん。4匹目にさ。あと、ナスビのあれか、レベル上げなくちゃいけないんだね。あ、これでもイエティ作れるわ。まあ、メイだと。吹雪。でっかいモンスター倒したいよね。なんかちっちゃくない？はい、これも特殊ですよね。羽スライムと大ネズミでね、耳飛びネズミなんかできますね。死ぬ心違うと。真空波って絶対強いよな。あ、今回 E ランク勝ちたいんで、ね、とりあえず配合して。あ、キラキラできました。キラ飛びネズミ。キラ飛びネズミ？ここら辺もちょっと特殊なんだよね。お化けプレートってなんかこれ、ドルトリーナからできるんだけど。MP アップ2でしょ。そうだ、これ上げなくちゃいけないんだ。アッパー。風の心と何これ。闇の心か。アサシン。アサシンってだってあそこにしかついてなかった。ザキ。アサシン。眠り攻撃いいかもね。デスソーサーの色違いで、色々ところ。これも白だ。ほら、お化けプレート。お化けプレート。ホットケーキじゃん。こいつホットケーキで。あ、こんなことやってると時間なくなるからね。はい、ではね、忘れないうちにちょっと配合しちゃいましょう、これね。マカベ王子とか。あ、レアっちゃレアだもん。あ、間違えた。HP アップじゃなくて MP アップつけちゃった。まあいいや。まあまあいいや。まあ図鑑はね、これ多分ね、埋まんないでしょうけどね。製品版じゃないと。だけどまあ、いろいろやってればね、埋まっていくと思いますんで、あいつ、どうやったの？武器作ってないのキャジャン。獣系だっけ？獣系ってスライムだったっけ？できんだね。見た。天国ランクも作りたいけどね。もう一匹作っておくか。変なのに焦るからね。賢さっぽいとかあるでしょ。サポーターもいいからね。サポーターと。ウォリア、聖剣好き。スバーサーク聖剣好き。まあでもスバーサーク、微妙だよね、ここもね。マダンチョ。ジャングラー、スライムファングの色違いなんか初だもんね、これね。ジャングラー。はい、爆発の心最高まで上げたんですよ。そしたら爆発の極意覚えたの。イオグランデまで覚えんじゃん、これ。賢さアップしたいんだけどね。賢さアップしたら魔力上がるから。なんだけど、ちょっと持ってないから、ちょっと2まで上げちゃったやついたのよ。だから、とりあえずこれでやるしかない。まあ、魔力高いしね。闇縛り。ね。ちょっとキラキラしててもったいないんだけど、浮遊時がね、もみじ小僧になるわ。MP 高っ。クシダスインズと浮遊時だね。あ、こんなもレアだよね、絶対に。水の心と賢さ上げるか。ただ水の強いの覚えるよね。ザバラーンとか、ザバトロームとか、そんな覚えるよね、多分。おー、これ初だね。MP 高い、これ。もみじまんじゅう。これはここら辺でっか。おー。ただ図鑑っていうか配合はね、見たことないモンスターできるとやっぱテンション上がりますよね。いいか、もう対戦行ってみっか、レベル上げて。あと細かいの配合してレベル上げる状態にしておきます。また次回ね、やるときにね、配合しますんでよろしくお願いします。はい、ということで今回のメインね、多分、まあこっちにもあるよね、当然 E クラスはね。いけるよな。行くわよ。あ、いけんだ。ね、これと X アリーナの E クラスやろうかなと思うんですけどね。
空海の革命児が登場だ。エンドールが誇る寡黙なセクシー王子、対する相手は愛され系おとぼけ忍者ヤタモン。高速のテクニカルバトルについてこれるか。早いんか。なんだレビルハムスターかな。だからリミトリネズミじゃない。それでは第1試合ゴーファイ。リミトリネズミじゃなかったよ。エアラットと色違うよな。あ、エビルハムスターいいんだね、これ。絶対ランク高いじゃん、これ。まあ。呪文封じ。まあ、こっち強いからね。第1試合の勝者は、こいつだ！おいおい見たかよ今の戦術。こいつはバトルテックの超速輸送機だ。なあそれ高速新幹線見てるやん。2回戦の相手はナチュラルボーン忍耐、諦めることを諦めた男、ギブアップ仮面だ。諦めてんじゃん。それでは続いて第2試合ゴーファイ。だからこっちじゃ作れないモンスターが出てくるってことだよね。まあ、だけどスキル以下では勝てるもんね。まあこれ強いから。エクセレント激撃サカン。第2試合の勝者もこの男だ。またもや勝利。こいつのビクトリーロードは誰にも邪魔できない。最後の相手は情熱の集大成、激動の爆裂ラッキーおじさんだ。お、キツネビ。あ、スピンスライムもいるね。さあさあいよいよ最終戦、勝利の女神はどちらのマスターに微笑むのか。それではラスト第3試合ゴーファイ。これ終わったらエクサリーナの方行きますんで、まあまあそんな時間かかんないもんね。だってね。あら無双。なんとなんとなんと、 E クラスを勝ち抜いたのは寡黙なセクシー王子。心の高ぶり大マックス、おめでとう。D ランクっていけんのかな。すごいじゃない、また勝っちゃうなんて。はい、これは E クラスの優勝商品よ。おお、私あなたの才能に惚れてるの。これからも頑張ってね。挑戦する？あ、体験版ではいけない。 E クラスの、ね、これからも頑張ってね。なるほどね。まあそりゃそうか。じゃあちょっとね、 X アリーナの方の E クラスも行ってみようか。多分そっちもそれで終わりだよね。ここだね。ルーラ出場するか。はいはい、エンドールと X アリーナ E クラス無双できるかな。お、それ見たことない、大抵。
じゃあ試合を始めるぜ。今日の挑戦者はこいつだ。知る人ぞ知るパイクラスを沸かせたこの男、爆走バトルマシンマスター X だ。一方対戦者は失神するファンタズム、エレメント系機構士ブライト・ティックラー。それでは第1試合やっちまえ。はい、何秒で大抵ってあれいずれ作れんのかな。どうなんだろうね、作れんのか分かんないけど、どういう感じですね。一番右、どっち進化だしね、リッチじゃなくても。あ、やっぱこっち強いね。まあ、無双に変わりはない。ヨナゾン超えてるから。ニオグランデまで行けるからね。だから体験版のうちにね、やっちゃえばいいかな。第一試合の勝者は、マスター X だ。飛行士をぶちのめした憎きマスターに、逆に惚れちゃうファン続出、憎いね。次なる相手はそのしなやかな筋肉に誰もがメロメロ、マッスルダンディ。おお、え、もうあいついんの。それでは第2試合やっちまえ。ほい、シールドオーガだよな、左から2番目。あいつ A ランクぐらいだったよね前ね。なんだったんだこのメンツは。すげえ強そうだけど。なんてこった。第2試合も勝ったのはバスター X。 どんな筋肉の壁もこいつの前では無力だった。さあ次なるお相手はモンスターと微笑む謎の少女。その正体は暴発確定爆弾ガン、オマーペット。なんかどっかで聞いたことあんの。おお、さて、いよいよこれが最終戦だぜ。お前ら、準備はいいか。ベビーサタンでできそうだな。行くぜ、やっちまえ。はい、ベビーサタンとビックリサタンかな、もしかしたらあいつ的に。爆弾がいるじゃん。あ、関係なかったね。おう、無双ザ無双パーティー。亀の方が強いんですけど、実は。勝ち抜いたのは爆走バトルマシンマスター X だぜ。お前らおびきりの笑顔を送ってやれ。あの男、まさか。オーガみたいな感じだな。先の楽しみが増えたようだな。俺様の目に狂いはねえってことだ。これは E クラス優勝の賞品だぜ。ああ、2枚目だね。次の出場を待ってるぜ。お前は俺様の推しってやつだ。推しの子、推しのピサロだね。まああれだろうね。出場するか。ね、できないですよね。よし、また来いよ。はい、ということで、まあ X アリーナと、まあなんだっけ、闘技場はこれで終わりですね。あとはもう いくらひたすら鍛えたり、引き継げるって言ってもレベル1なのかスキルを引き継げるのかわかんないけど、モンスターはね8種類引き継げるみたいなので、
どうなんだろう、でかいのもなんかいるっぽいんだよね。だからそれ引き継ぐとしたらやっぱ2体分とか3体分とかなってくるのかなっていう感じはしますけどね。そこはまだわかりませんけど、とりあえずスキル引き継げるかもしれないんで、まあ引き継げなかったらね、今のうちね、何と何を鍛えたら何にできるとか知識増やしておけば、まあ製品版出た時役立つかなと思いますんでね。まあ本当に、まあここは遊びでね、このゲームでしかここまではできないってのあるので、まあできる限りね、鍛え、まあ製品版だったらね、そんなん飛び越えて強くなれるんでしょうけど、まあこの体験版でしか味わえない興奮もあると思いますんでね。はい、今後も頑張ってやっていきましょう。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。